皆さんおはようございます。プラスバンクのリペイト水野と水木とリー君と糸井です。はい、前回引き続きアンダーザシーなんですけど、衣装は変わってませんが、あの時にね、もうすでに撮ってもらってて撮ってないっていう体で喋ってもらったんですけど、今回はホルンバージョン、トロンボンバージョン、チューババージョンを聴いてもらいたい。じゃあ早速いきなりですけど、ホルンバージョンから聴いてもらいたいと思います。どうぞ。私が振った。ブラスバンク。では続いてトロンボーンのアンダーザシーンを聴いてください。どうぞ。さっき言えなかったから。お聴きください。Thank you.
しょ、ごまかせるよ。ごまかせるじゃないでしょ。あれバストロは使ってないんですか。バストロ使われなかったですね。使ったらちょっと楽だったけど、やっぱ多重っていう、ね、みんな同じでやってるから、テナーでいくかみたいな。さっしょ。でもこっちのパートは逆にこれ難しくない。難しかった。あの、テレレレレレレが難しかった。みんなの指嫌だったでしょ。嫌だった、嫌だった、ね、一緒なんだよね、なんかみんなの指が嫌なっていうところとスライドも嫌なところも一緒なの。でも一番トロンボーンが輝いてるのはテレユとかですよ。あれいいな。黒はやっぱりチューバの低音域をテナーでブリッて出すっていうのが難しかったし、キープするのがね、ずっと同じことやってるけどやっぱりクオリティの差が出るとまずいじゃないですか。ダンダンダンタッタッタンタンタってくるタンのところのクオリティが1回目より2回目のところが5平ってなったりとか。でも弾数少ないで簡単じゃん。弾数の問題じゃないよね、音域とリズム感。リズムも何でもないじゃん。リズム感がいるよね。チューバのパートって普段吹いてる音域からすると結構下の音域でやってると、だんだんなんか遅れてないつもりが遅れてくる、思ってるより速いスピードでバン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 って入れないと、後で次の音を取った時に。でもやめたよこの下手なチューバ。じゃあ続いてそのチューバがメロディーも担当しているチューバだけのアンダーザシーお聴きください。どうぞ。とりあえずとりあえずお聞きください。ちっちゃくて高い音を出しやすくて、音色もちょっとクリアなソリスティックな音色で、普通の音域でやっちゃうと F 管の良さが全然出ないんで、 F 管で吹いたあのそこにオクターブ上げてやったので、めちゃめちゃきつくて、トロンボーがラッパ吹いてたところと音域変わんなかった。努力の証です。あれですよ、チューバの皆さん、こんなことがチューバでもできるんですよ、練習すれば。すごい、すごい、さっしゃい。ブラスバンク、コメント欄に皆さんどうだったか書いてほしいです。怖い、怖い、でもしどうだったか、そんななんかポルイーとかじゃなくて温かめなコメント。そう、なんかあのもう一回こういう曲でやらないとかね。それは嫌。でも本当にこの曲じゃなければって思ってました。私え、なんでいい曲じゃん。いやいやいや、いいよ、好きな曲選んでいいよ。キー君がいるから。ダメぞ。ヒー君でも意外と綺麗なやつ好きだから。そう。そうだ。高めに来られる。あの皆さん本当にコメントください。どういう曲がやってほしいとか、今回聴いてみて意外とこういう魅力が見つかったとか。何の楽器で何が聴きたいみたいな。いい。やるかわからんけどね。そうそうそう。保証はしないけど。多分みんなやってくれると思うんで、コメント皆さん期待してます。それではまた来週。どうも、ひーくんです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。
今日は皆さんに大事なお知らせがございます。9月27日19時半より YouTube のライブ配信にてコンサートを行います。特別なコンサートにしたいという思いから、ライブ配信中にコメントにてリクエストの方が楽器のソロをメンバーがその場で演奏しちゃいます。楽しんで聴いていただけるようにプログラムをモリモリで構成いたしましたので、ぜひ一人でも多くのお客様にご覧いただけたらとても嬉しいです。それではライブ配信でお会いしましょう。さようなら。